石井良と福島徹慶の普段議談議は MBS ラジオが2021年3月29日から2ヶ月に1回のペースで放送しているトーク番組石井良治と福島徹慶の冠番組及び次は新福島からの派生番組でもある毎日放送 MBS ラジオの放送対象地域である大阪府東大阪市出身の石井が 次は新福島の初年度からゲストとして年に1回のペースで出演していたことを背景に福島との間で普段に感覚のトークを展開する番組。2021年3月29日に MBS マンデースペシャル枠で単発の特別番組として放送したところ次は新福島シリーズのリスナーなどから好評を博したため 同枠内のシリーズ企画として放送を続けることが決まった。毎日放送は特別番組の放送時点でラジオテレビ県営局であったが放送の3日後からラジオ放送の事業と免許を株式会社 MBS ラジオへ移管。毎日放送は福島の所属部署を残したままテレビ単営局へ移行した。このような事情からシリーズ化を機に株式会社 MBS ラジオの コンテンツデザイン局プロデュースセンターが制作業務を担っているものの、福島は特別番組に続いて、MBS アナウンサーとの肩書きで出演している。MBS ラジオでは2021年度のナイターオフ期間に編成上の事情などから、次は新福島を放送しないため、当番組は不定期放送ながら、事実上、次は新福島の 後継番組としての役割も担っている。2021年11月4日には、焼きそばカ香ル、岩崎博前田遥をゲストに迎えて、南日本放送との相互ネット方式で17時54分20時に2時間スペシャルの生放送を予定。ありがとうございます。